お疲れ様、スラットです。今日はそれこちらは進化工事ババやっていきます。さあ今日なんですけど、この工場でちょっと救ってみようかなと。はい、あのですね、このカード出た当初ものすげえ何ぶっ壊れ最強こいつは終わってるだとか散々言われてたのに、今じゃあ全然使われないカードとしてなんなら目立ってるまであるか。かわいそうだな、あんなにチヤホヤされてたんですけど、本当にどうしたん急にっていうぐらい、はい、疲れてません。まあ理由としてはメタが多いかな。そのやっぱ性能としては超強いんですよ進化工場ね。何回殴んねんみたいな、金魚を持っていく破壊力もあるし超強いんですけども、ですけども結局進化ザップとか、まあ、2コスで止まっちゃうみたいな、まあ、他の進化が強いってなっちゃうな。そしたらそう進化ザップで終わっちゃうだとか、まあ、進化テスラでも止まっちゃいますし、何なんだろうね、まあ、環境に弱い、他の進化に弱い、だからあんま目立ってはないかなっていう感じですね。はい、ふざけんな。でエリポンゴレム、エリポンゴレムは嫌いです。はい、まあエリポンきます。なのでまあかわいそうだねこのカード自体弱くはないんでね、そこだけなんかどうにかなんねえものかと言ったところで、私はエリポンが壊したい。まあこのコウムラいらないよね。これなんか負けそうな雰囲気あるかもしれないんですけど、こっからでも勝てます。てかなんならもう勝てそう。ここの進化工場強くね、これ止まんのっていう。ババ引きます、さよなら。あーね、このこれ強えな、これよろしくないね。さあけども、これ単体ガーゴイルの群れって見たことありますか。やべ、トレネード終わる。え、てかだが強っ。ええ、ちょっと待って、やばい、見なかったことにしてほしい強すぎだろ。ダガーがある、マイリポンきます。2本のうち1本おればね、俺らが有利になります。お、面白い。いやーこれね、あるよ本当に。ガイドラ強いよね、ガイドラ強いのよ。ババも強いのよね。うん、はみ出てる。いやこれあるよ、エリポンで相手のゴールも一瞬守れるんですよ。え、これそう止まるかな、やめて。ババを突破しろ、お前らならいける、いけ、ちょ強引でかい。トルネカンプだけされなければ、あされた。お、左か、左、おい左か、おい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 、左のヤリゴブリンがさあ頑張ってくれますよと。さ、進化工場ね、いやでも今の試合も結局進化ザップ強になっちゃう。うん、神将どう巻きしちゃったぶち壊されんぞ。おい、どうすんだ、エリポン来てえな。まあだから他の進化が強すぎ、他の、うん、まあそうね、進化ザップが想像以上に強すぎたことにより工場ババは輝けないと。まあ、ボーラーとかにも弱いんでね、うん、さっきのライドラとか、いやマジメタ多いな、メタしかいねえじゃねえかっていうぐらいいる気もする。さあエリポンゴレやん、えエリポンゴレ祭りか今日。エリポン来てー、俺もやめてー。さすがに一回落ち着くか、これやめて。
いや強い。さあでも俺がいるポイントも相手もいるポイントと思います。こんにちは。まああのエリポンを俺はディカーがあるから壊しに行きたいよね。壊しには行きたい。脳死ぶっぱだってリポン壊したいって言ってんだもん。ほらだが強すぎお前。いやえだがだがだが強すぎ。ヒーラーやだな。あなんかむずくない受け。ザップ使った。行きたい。これは行きたい。コウモリまで行ってもいいぐらい。いや一旦ね。いや強っダガーちゃん。まあでもこれエリポンのアドでさっきもあったな。こんな感じさっきと何も変わらない。ザップならがしんどいっすね。私ダガーガラもしんどいよね。私いっぱいしんどいよね。でも勝ちますよ。来い。ソウルゴールスレイガとかババやべ。クララは耐えのゲーム。俺のエリポンがやだよ。ライドラだけで俺のコチュババ終わっちゃうよ。いけなんでよねババが強えな。リトプリも強え。全部強やないかい。諦めないよ。テンプレザップじゃないかな。ザップが嫌だな。ライドラあんたはどんだけ優秀なんどんないい教育を受けたらそんな動きをするんかい。このライドラバケモンじゃね。やばい。それもういっちまえよね。これで勝てないなら無理やろっていう話よね。いけワンチャン。おおおおおおカッチカチやカッチカチや。ぶち壊されたか。リトプリライドラな。やっぱこう進化ザップライドラが嫌っつってんのになんで来んねんって話なんですよ。サンジくん、サンジくん来た。進化工場出して、まあさすがにそんなね、またライドラ来ねえだろ。ザップも来ないで。リトプリ、いやもう全然いい。もうその辺が来ないなら何でもいい。ジャイかな。うっ危ないが進化ボンビーとかも回んないでね。さあ流行りのジャイデッキっぽい。そうすると、まあ、リセット、まあ、コジョババを止めるカードがライトニングしかないか。あとまあリトプリのガーディアンですね。多分ぐらいしかないんで、そういう部分ではさあ当たりのデッキかな。
ほんと進化ザップライドラがいるだけでね、工場場終わるんで、ね、あートリトンとかもちょっと強いですね。工場に、え、あートリトンいるか。でこのギャング多分ボンバーがね面白いことに来てくれそう。はい横から失礼します。今やらめ使ったな。スケキンガゴムレとかいうのも面白いが、これで確実に1アート取っても面白い。え、これコスト使ってきたらマジでコストねえぞ。だってナイトも使ってライトニングも使ったら9コスやん、普通に考えたら。え、うっ、うず、ヒートしかも、うい、ボインボインボイン来た、ボイン、え、熱い熱い、それよ、それが楽しみに使ってんのよ、こっちは。進化ザップとかライドラとかさ、進化テスラとか、そういうのはいいね。さあ、でかい。あ、でも相手、ヤナメね、持ってんで、守れるから。これ守れんのか、このデッキで。すごい際どいが、まあ守んなきゃ勝てないんで、頑張って守りましょうか。強すぎるな。これ守れるもんね。いや、ガゴムレ強い。お、ガゴムレ強すぎる、熱い。そう、ヤナメライトニングザップ、サンスペサンジ君意外と耐えれたっすね。まあエリポンが強いのと、あと最初のね進化工場ドリームですよ。あれができんのがね、やっぱ工場の強みなんでね。進化工場刺さると気持ちいいな。なんで使う？かわいそうなぐらいいねえな。進化ないと、お、お、え、来た、進化工場。多いのは進化ないと、進化ボンバー、進化ザップ、かな。まあ、進化テスラもいるか。その4つぐらいが多いイメージある。え、まあ、ペッカかもね。エリポン置いて、あー、いやー、ディガーまでブーになりそう。やめて。まずい、早く。ザップが、まあ、俺はエリポン来たいだけなんでね、この辺は何でもいいか。さあ、マザネクちょっと待ってくれよ。マザネク、マザネク嫌だね。止めなきゃ守れない、止めても守れなそう。ソウルコールしたらマザネクくんな。やばいか、多くね、マザネクやばいよ。マザネク、ちょ待って、なんか面白くない？マザネクですって、このデッキでこんなちっこいのしかいねえのに。いや、しかも手札のサイクルが、でも俺を最初は煽ってきたよなこいつ。しばきます。はい、ケツ工場来てガン虫、ちょっと熱いなこれ。いや、美味しいか、どうせ守れねえし。守っちゃった。勝てばいいんでしょ。止まんないね。バイーン、バイーン、バイーン、
気持ちよ。これやばいね。これやばいね。これやばいね。スタンプは？どうした？スタンプは？うん、かわいいね。やばすぎ。あっこから勝てんの？進化工場で丸々1本取れるかんな。さあよろしく。まあ適当に進化回してエリポン来た。いいね。置いちゃいます。置いてから考えます。この後の防衛はガゴムレ強いんだね。お、珍しいゴブリンよ。さすがに何も来ず、エリポンが無料です。まあここは一回ね守ろうかな。あーゴブリンフェニックス、あーね迫撃スキラかな多分。うん、いや迫撃スキラっぽい。迫撃スキラはポイズンなんで、これこれかわいそうなぐらい解けねえな。ポイズンタルバボとかなんですよね。ガゴムレ系きついよな。サールカール。いやコウモリも刺さるっすね相手に。コウモリも刺さるしガゴムレも刺さるし、まあエリクサーねえとギャングも刺さるか。何でも刺さりはするな。さあヤリゴブがチクチクチクと。まあエリポン、エリポン壊れか。ガゴムレもね俺は結構好きなカードなんですけど、まあ弱点が多すぎますよね。ロケホ、ウィザード、ネクロ、デリバリー、それこそザップでも、まあ、やなめ取るね。何でも終わっちゃうかんな、正直。ファイボですらアド取られますかんね。まあ、だけども、その瞬間火力はね、本当に強いとは思うんで。まあ、エリポンとかとの組み合わせは強いよね。ガゴムレにファイボとか打ったらエリポン残るしね。三重子とかね。うん。組み合わせ次第では化けるかなと。スケ、ドリルか。いやまあドリルっぽい。タル？おーおーおー、ハゲキスケラまた？そんな流行ってんの？まあハゲキ置いてつけるうちはいいもん。それが強いんですよ。分かってても止めるのが難しいんです。まあまあフェニックスを咲かせれました。ないとこっち来ないで欲しかったな。こっち来るとちょっとめんどいか。まあ、コウモリで回収できそう。すべて。生まれなければ。ん？え、マジで迫撃スキラや。いや、これエリポン受けたら勝てるんですよね。置けたら。まあ、迫撃を許容してもいいが、一旦耐えるか。コストはない。でタワーに向くと、これ無料なら美味しいな。タル咲いたな今。よしよしよし。いやエリポンをね結局置ければ勝てるんですよこのデッキはね。進化工場もあるし、まあ、陸系ちょっとねえな。大盛りいいね。さすがにこれはリーク受けます。
バイン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 、ソウルコール、小盛り追加、ギャング追加、4コス工場これエリポンです、ね、エリポンのただのご利用しです。やばこれこれめっちゃ強いやん。こんなにコウモリギャングガバムレ来ることねえもん。環境にはちょっと刺さってるかもね。まあヤナアメのドリルとかはちょっとあれだけど、ジャイとか、まあこういう迫撃スキャラとか、こういうのにはねガン刺さりではある。お61エリポンを貸してくれ。君も進化工場使いたくなるだろこれで。ボンビー、まあジャイ、ドリル、まあ、何でもあるよね。強マジ強すぎる。まあ何でもあるね。ジャイもドリルもゴーレムもスケラもあるどういうこと。いやマジ最悪な程度ではある。守れない。いやなはめのジャイだったらこれ終わりだ。エリポン受けなかったから。まあここにやなめよし。まあこれがでザップだろうがライトニングだろうが、まあガゴムレはちょっといきますよと。まあ多分やなめライトニングの最近流行ってるデッキだと思うんですよね。ここにデンデンデン、よしよしよし、1ヤードね。この1ヤードでかいかんな。大森最強。でも相手とサイド一緒じゃない方がいいか。まあ進化工場回すぐらいならいいか。大森系きついしね。ちなみに、しかもこれジャイのコストなくない？あんのか？ないね。いいね。まあボンバーで抜かれてもいいや。はい、ポン。エリポン来たいだけなんだよね。いやこれ行っちゃってもいいな。やべ、やべ。こういうのをね負け筋と呼びます。人は人はこれを負け筋と呼びます。一応ソウルコールをやってリガーまでやっちゃうみたいな。いやボンバーお前どんだけ働くの。いやラム使わせられるだけでいいんですよね。そしたらガゴムで生きるんでね。エリアードも取れる、ジャイも守れる、最強エリポン。からのやべ、強い、やべ、それ良くないな、やべえ良くないことしちゃったかな僕今。いや今ので決着つけたかったっすね正直。これ内側リガーで工場の竹取ればさ勝ってたの。いやー回るね意外と回転。
思ってる早いな。終わりそう。こっから生きて帰ったやつ見たことない俺。これかそれが。ジャイアントくんが強すぎる結局いやこれやだめー。咲いた後のさガゴブレイブッパー刺さりそうで我が。ちょマジで一回取り込んの内側ディガーしときゃよかったっすね。もったいない。さあマイリポン置いてから考えるかまたクラロワマイリポン置いてからがスタートだ。ライトニング今ライトニングなかったらね初手ゲーでだいぶエリアドア取れたが、まあやらめ打って手札回して手札を回していやーこんな被るかっていうぐらい被ってるけど、まあ多分ジャイかな同じような気はする。うんトリトン強いな。まあリトプリも咲かせられたんで、しかもヤナアメのねまた同じだ。おお。進化ボンバーとか来ないでほしい。痛いなー。まあ、柳雨使わしたいよなせっかくなら。で4コス工場みたいな話でかいいね。このガインがね、まあ、次進化工場しかも回るんで、まあ、こう守れるかって話なんですけど俺やめてーやめてー。またジャイやジャイ祭りや。いや守れるかな守りたいな本気で守りたいとは思ってる。ボンバーもないんでね、あの後ろのさ厄介者がいいんだよね。いや耐えれる。しかも今相手の全部やばい先行してる無理やりワンバイン。いや強いな。やっぱまあカードのサイクル次第では柳雨を持たれてようがみたいなね。コウモリギャングがね、いやいいねこんなキャンかおもれえな。進化工場ぶっ刺すだけのデッキ。というわけで進化工場ね、まあ、強いんですけど結構メタが多くてね輝くてないイメージはありますが、まあ、皆さんね嫌いにならないであげてください。はい使ってあげてください。というわけでお疲れ様でした。またね。